皆さんこんにちは。ラスベガスからお届けしておりますセイコです。今回の動画は我が家の1週間の夕食動画です。早速行ってみましょう。 Day 1 です。何を作っていいかわからない、そんな日ありません。だから今日は彼が2日前に週末に作ってくれた残り物を夕食にしたいと思います。トマトを大量買いした時にサンドライトマトを作ってたんです。こういうこじゃれた具材はセールとかを利用して自分で作るとコスパがいいですね。あちちちち、はい、今夜のディナーは初っ端から残り物のカレーにしましたと手作りサラダ。当たり前か。 You don't mind eating the leftover dinner? Of course not。はい、この日は私の大好きなラボニータにて野菜とフルーツをゲットです。マンゴーが4つで1ドルだったり、3つで1ドルだったり、このメロンも1個で1ドルちょいですよ。カリフラワーも1個1ドル。このアボカドはセールじゃなかったんですけど大きくて美味しそうだったんで買っちゃいました。スプラウトではクリアランスのお肉をチェックです。今日はこのチキンを使いたいと思います。普段これで10ドル40ジのチキンが6ドル77だったんで買ったんです。このチキンを使って地中海風ノンフライヤーチキンを作っていきたいと思います。レシピは参考程度にして家にあるものを使って味をつけていきます。レモンが1つしかなくって別のレシピに必要だったんでライムを使ったり、スパイス系も家にあるものを適当に入れています。ノンフライヤーで作るチキン料理が皮もパリッとして中はジューシーで好きなんですよね。古くなりかけのパセリを使ってタブーリを作っていきます。タブーリって日本では私は食べたことなかったんですけど、皆さんご存知でしょうか。レバノンに起源を持つパセリが主役のサラダです。はい、タブーリにちょっとだけミントを入れるとさっぱりして美味しいんで、これをちょっと入れます。はい、こんなもんですね。じゃーん。これをできるだけ早く冷ますために大胆に冷凍庫に突っ込みます。はい、きゅうりの柱の処理はこの子たちがしてくれます。はい、ゆっくりゆっくり。はい、どうぞ。はい、こんな感じでタブーリのお野菜の準備は完了です。これで冷めたあのボルガーウィートを入れていきます。オリーブオイル。この料理はもうすべて目分量でいくんです。お塩、こんな感じです。綺麗な彩りで美味しそうでしょ。So this is supposedly Mediterranean chicken and obviously tabbouleh side of salad. いただきます。いただきます。Oh, f*** up. That air fryer is awesome. 今夜はこの肉を使いたいと思います。クリアランスになってるお肉なんで、もう今日一気に料理しちゃいます。100% アンガスグラスフェッドボーンレスチャックロースト。20ドル45セントが13ドル29です。 USDA チョイス。で、今回はシチューみたいにしようかなと思ってて、ポットロースとかシチュー、まあ、それかその間か、まあ、そんな感じにしようと思ってて、野菜がですね、玉ねぎと人参はあるけど芋がないんで、芋の代わりにビーツを使いたいと思います。で、これ使ったら真っ赤っかになるんだけど、まあそれも面白いかなということで、カレーに芋じゃなくてビーツを入れると美味しいんですよ。だからこれもどうかなみたいな、どうでしょうね。というわけでビーツ入りのシチューを作っていきたいと思います。プレッシャークッカーで作らずに今回はじっくりと鍋で作っていきたいと思います。ビーツのせいで真っ赤っかになるかと思ったんですが、トマトペーストとかトマトソースとかも入ってるんで思ったほど赤くはなりませんでしたね。
that. ありがた完成で、旦那が帰ってくる数時間前にオーブンに一度入れようと思います。今日はジムも行ったし、掃除もしたし、あとは自由時間です。イエイ。ビーフシチュー、ビーツ入り、いろんな穀物混ぜたご飯と昨日の残り物のタブーリとサラダ、カリフラワー入りです。いただきます。 That is cool. We had a beet. How is it? Do you like it? It's good. When you said beets, I was thinking the dish itself would come out too sweet. But no.アボカドがちょうどいいくらいに熟してたんで、今でしょうとワカモレを作ってます。家で簡単に作れるし、アボカドのセールをラボニータで見つけると買っては作ってますね。お塩ワイン。ペッパー。でメキシカンな夕食になるかと思いきや、昨日のシチューをパスタにした手抜き夕食となりました。シチューもカレーと一緒で2日目が美味しいんですよね。パスタもう数分の料理しなきゃなんですが、これをフライパンに移します。はい、まんまです。シチューにパスタを混ぜただけです。はい、今日はシチューに混ぜたパスタ、昨日と変わりませんがパスタディッシュになりました。で、いつものサラダと気まぐれで作ったパスタに合わないワカモレ。What do you think about serving pasta and guacamole together? Well, they're both going to be delicious, but yeah, it's like I'm at one of those international buffets. いただきます。いただきます。It's super good.この日は前から挑戦したいと思ってた自家製ピザを作ってみました。 YouTube で見つけた視聴数も多くってコメントもいい感じのレシピをその通りに作ってみたんですけど、はい、で見た目はねこんな感じでそれっぽくなったんですよ。お庭のバジルも使ったりしてね、ほら焼き加減もいい感じでしょ。けどですね、はい、Something isn't right.It feels like the dough is just slightly dry. Soft and yeah. crunchy. Soft What do you think? And crunchy on yeah. the outside. Yeah. When he squeezes it like that, and it goes bounce back. Wow. That's Can't wait.To taste it, this is all the same. Take a look. Take yeah, a look. Look, it's like paper thin. YouTube で見つけたイタリア人の人が00フラワーを使えって言ってたんで、これからゲットしてきます。いろんな種類の小麦粉あるのに00がない。はい、ちょっとリサーチしてみたんですけど、アルバートソンにあるみたいなんで、まあ、普通のスーパーにならどこでもあると思うんですけど、けどなぜかここのウォルマートにないんで、アルバに行ってみたいと思います。あった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 。Thank you.
はい、30分生地を寝かせた後に2つに、ま、丸めてみました。両親と電話していたんでその間にやっちゃったんですけど、こんな感じで綺麗なまん丸になりました。この後、ラップして旦那が帰ってくるまで寝かせます。Scorpion with the paper? Oh my god. Time to make pizza. Oh, just press. Oh, I feel stressed. Flip it upside down. Flip. Mm. Just do it like this. Nice. I want my crust to be a little thinner than yours. Oh man. Are you listening? Ah. Oh, golden. Oh my god. Oh, sugoi. Jaan. There you go. ケッパーも入れて、サラミとソーセージも置いて、チーズも置いて、ニンニクも入れて、これをオーブンに入れます。How is it going for you? It's actually, it's going kind of like I wanted to. This is more like an East Coast, you know, New York style pizza. スコットのも戻りました。たらー。You hear that?That looks pretty good. It looks pretty good. Yeah, that looks pretty good. Since the guy was cutting the pizza with the scissors, I'm gonna do that too. Sounds good. Yeah. That looks amazing. Yeah, oh, look at that. Looks good. いただきます。Okay. Cheers, baby. Cheers.I'm gonna start with yours then. You start with mine. いただきます。 Oh man. Tastes like pizza. Oh wow. Oh wow. Oh my god, this is so different. It's good. From the last one. Yeah. Wow. Is this better than you expected? Yes. In what way? Every way.This is like damn near authentic. I mean, if I got served this at a restaurant, I'd be like, wow, that's pretty good. No more guacamole. Non-artificial. Yeah. Damn.